ハーシーズ・タイムズ・スクエア・ザ・ハーシー・カンパニー前ハーシー・フーズ・コーポレーションは、ツーレイ・ハーシーズと呼ばれるアメリカ合衆国で、最大手のチョコレート製造会社である。本部は、ココアの香りが街中にするとされる、ハーシーズ・チョコレートワールドの本拠地がある、ペンシルベニア州のハーシーに置かれている。同社は1894年に、ミルトン・ S ・ハーシーが、当時の彼が経営する、 ランカスターキャラメル社の子会社、ハーシーチョコレート社として創立した。日本では1989年7月に東京都港区南青山に現地法人であるハーシージャパンが設立されている。今やハーシー社の菓子製品は世界中で販売されている。ハーシー社はアメリカ合衆国において最も古いチョコレート菓子会社の一つであり、また同社が製造する。 チョコレートバーはアメリカの肖像である。現在、ハーシー社は他にも多くの菓子製造会社を所有しており、チョコレートをテーマとしたアミューズメント施設である、ハーシーパークやアイスホッケーチームのハーシーベアーズ、ハーシーパークスタジアム、ジャイアントセンターを経営する、ハーシーエンターテインメントリゾート社とも提携している。創立者のミルトン・スネーベリー・ハーシーは、 1876年に菓子職人の見習いを終了し、フィラデルフィアに菓子店を設立するが、6年後に倒産してしまう。その後ハーシーはニューヨークで菓子製造を行うが、うまくいかず、彼はペンシルベニア州に戻って、新鮮なミルクをふんだんに使用したキャラメルを製造、販売するランカスターキャラメル社を設立すると、これが大成功を収めた。 1900年、ハーシーは自身のキャラメル会社で100万ドルを売り上げ、それからチョコレート製造に着手し始めた。1903年、ハーシーはペンシルベニア州に大規模なチョコレート施設の建設を始めた。この施設で製造されたミルクチョコレートバーが成功となり、それから先導者は急速に成長していった。ハーシーキス1907年にハーシーは そこが平らで円錐型をした小さなチョコレートを披露、商品名をハーシーキスと名付けた。当初この小さなチョコレートは一つ一つ四角いホイルで手作業による包装が施されていたが、1921年に機械包装が導入され、真のハーシーズ製品であることを示す小さな紙製のリボンが包装の上部に加えられた。同製品はこの3年後に、 商標登録され、ハーシー社で製造された製品の中で、最も成功しなの知れた製品となった。他に製造された、同社製品として、ミスターグッドバー、ハーシーズシロップ、チョコレートチップス、クラッケルバーが含まれる。ハーシーズシロップ1940年、産業別組合会議労働組合を打ちまかして2年後の、後、アメリカ労働総同盟の支部が、 地方の最初の支部長となったジョン・シーラーの指導権の下に、ハーシー社の労働者を守備よく組織した。現在、パン製作者、菓子製造業者、タバコ製造業者、国類製粉業者の地方組合員、番号464番は、ハーシー社の労働者を表しており、そうした組合員自体を、チョコレート労働者などと呼称するも、他の産業における地方労働者をもうまく、 組織してきている。ペンシルベニア州、ハーシーの外部に置かれる最初のチョコレート製造施設が1963年6月15日にカナダのオンタリオ州、スミスフォールズに開設された。また1965年5月22日にはカリフォルニア州オークデールにも別のチョコレート工場が開設し、18万5000平方メートルの製造スペースを誇る、その施設は 世界で最も大きいチョコレート工場となった。これらは、ハーシー社の主要な工場であり、カナダのオンタリオ州、スミスホールズにある施設では施設内ツアーの申し出もあったほど。ツアーは、ペンシルベニア州の工場内で運営されていたが、現在は模様されていない。ハーシー社のチョコレート製品は、同社の幅広い流通網のため、アメリカ合衆国中で入手できる。同社は、 最新科学と労働経営システムを結集した全3カ所の巨大流通センターを有している。日本では1989年、ハーシージャパンが設立される以前においては、個別の商品ジャンルで、富士か、雪印などと提携し、ライセンス製造、販売を行っていたが、今はロッテがその中心である。また、ハーシージャパンは輸入品の日本での販売を行う。今日において、 多くのハーシー社製品はヨーロッパの伝統的なレシピを使用しておらず大量生産に向くようより少ないココアと多くの糖類を混合しているため日本国内で流通している一般的な国産チョコレートと比べるとかなり甘みが強い数あるヨーロッパ諸国でもハーシー社の製品は販売されているもののどの国においても優位を占めていないことから結果としてハーシーのレシピは ビターテイストを好む欧州人の口には合わない。1988年、ハーシー社はアメリカ合衆国内においてキャドバリーシュウェップス社製品の多くの製造と配給権を獲得した。その後、キャドバリークリームウェッグが合衆国内で販売されたが、それらはハーシー社が直接イギリスのキャドバリー社から輸入したものであった。2005年7月、ハーシー社は カリフォルニア州バークレーを拠点とするチョコレート小売りメーカーシャーフェンベーガーチョコレートメーカー社を獲得すると発表した。また、アメリカ軍が採用しているアメリカ軍用チョコレートの製造も担っている。ありがとうございます。